VS アジアチャレンジ。じゃあ最初にも一言もらおうかな。いぶき一言お願いします。はい、まず決勝まで上がってこれたことは、まあ、嬉しく思うんですけど、対戦相手がおちおさん、僕がフリースタイル始めた頃から本当に日本で一番リスペクトしてるフリースタイラーで、世界で見ても本当にヤバい人で、本当に僕リスペクトしてます。そんな人と戦えるこの決勝で戦えるのがまず嬉しいのと、その決勝でそのリスペクトしてる人を倒したいと思います。イエーイ、頑張って倒せるように頑張ってくれ。おちお、一言お願いします。イブキ君は僕のチームメイト、エアテクニシャンのチームメイトであって、で昔から練習仲間、似たような技してるけどすごいリスペクトし合ってる関係であって、向こうがリスペクトしてたけど僕の方が今はリスペクトしてて、彼は世界でもすごい唯一戦えるフリースタイルがあるから、まあすごい緊張はしてるんですけど、やっぱり勝ちたいという気持ちの方が強いので、今日はぶっ倒したいと思います。なるほどね、いぶきをね、褒めてね、ちょっと動揺させる作戦に出ました、おちおくん。そういう作戦で、こんなチームメイトしてどっちが勝つのか楽しみでいこうと思います。じゃあ、このペットボトルで成功高校を決めていきたいと思います。ミュージック、スタート。決勝はいぶきの成功だ。かましごう、いぶき、ファーストメイト、レッツゴー。And a force in the world that can keep me down, down, down. Yeah.
もう一応イブキとマッチョに大きな拍手。はい、ちょっと一言もらいましょう。はいはい、お互い意識しすぎてちょっとのろ試合になっちゃうっていう。まあ相手がそのトップクラスのスキルの持ち主ってことで、ちょっともう僕たちはチームエアテクニシャンっていうんですけど、足技のスキルにすごい特化したチームで、もう同世なのでなんか細かいこととかやらずにもうそこのスキルで勝負で挑んでみようってことでやってみたんですけど、まあ結果どうなるかはジャッジの判断に委ねるので、まあ、結果待ちます。はい、じゃあ、おちょうくんから。あかん全然あかんねんけど、いやほんまに意識しすぎて、モチベーション高い上で、ほんまに大技を決めに行こうとしてみてたんかな。お互いにそうで、まあ、僕はミッティスもともと多いんやけど、やっぱり意識しすぎの問題かな。まあ、まあ、どっちが勝つかはジャッジによるんで、負けてます、お願いします。いやそんなことなかったよ、めちゃくちゃすごい試合でした。皆さんもそう思いますよね。もうめちゃくちゃ、ありがとうございます、ありがとうございます。もうめちゃくちゃすごい決勝戦だったと思います。じゃあ結果は後ほど、目つぶってて、ちょ 回収するから、じゃあ向こう意識しないで向こうで退場してください。この後ね、2人にまた出てもらって、バスケットボールも終わった後に出てきてもらって、手を挙げる方式で勝者を決めさせていただきます。その間にバスケットボールもやっていきたいと思います。